はい、どうも皆さん、こんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、IOST、ジャスミー、アトム、ソラナ、今日7通貨見ていきたいと思います。え今日が2022年の4月の12日火曜日、今が18時9分を回ったところです。今日の仮想通貨市場また大きくね、下がってきました。まあ、昨日の動画の通り、世界がですね、今リスクオフになっていて、えー、まあ、かなりですね、悲観ムードになっているっていうのが今の状況です。ビットコイン直近のところで若干戻ってきてるんですけど、まあ、これ本当に信じていいのか、えー、このままですね、えっ、ー、と、下落が続いていくのか どううなのかっていうといころを今日は、えー、しっかりね見ていいいきたいと思います、えー、このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向、そしてテクニカル分析、えー、戦略構築、そのあたりね、えー、初心者の方にも分かりやすいような説明をですね心がけておりますので、ぜひ応援いただける方はチャンネル登録をまずはよろしくお願いいたします。それでは今日のですね仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思います。はい今日の仮想通貨市場は、えー、こんな感じ、一時もっと下げていたんですけど、ビットコインなんとか今若干戻ってですね、えーまあ、4%ぐらいの下落につながっていると、ただまあ大きなですね、下落ですよね。 ここ最近連日の続落ということでまあ、どこまで下がるんだっていうところを僕なりの見解踏まえながらあと長期的にですねどこをで仕込んでいくべきか基本的に仮想通貨市場っていうのは、えー、上げ目線というかね将来の可能性を見込んで投資していくわけですけれども、まあ、その中でまあ、今下げている局面でですねどこで買っていったらいいかっていうところを長期の方のですね視点でもちょっとね今日は見ていきたいと思いますじゃあ今日のですね株価の状況も見ていきたいと思うんですがまあ仮想通貨市場がですね全面的に下げたということは株式市場も下げ たんだなっていうことがね直近も連動性めちゃめちゃ高いので、えー、もう見なくてもですねわかるかなというふうな状況で今日ですね日経平均も1.8%下げたんですね、えー、米中懸念材料ということでアメリカの株式市場がですね昨日大きくね下がりましたでこれについてはアメリカはですね金融引き締め政策をまあガツガツやっていくっていうことをね表してから、えー、特にやっぱりアメリカのですね長期金利っていうものが上がってるんですよねそれから中国でですね新型コロナウイルスの感染拡大がまた広がっていますまあ、それによって上海なんかもですね ロックダウンしたりとかっていう状況なんですけれどもまあそういった中国経済の先行き不透明感も、えー、同時に意識されているということで結構ね下げたということが言われています今のところですねアジア株も全面的に下げましたし欧州市場に関しても引き続きまた下がってますよね、えー、なので引き続きやっぱり懸念材料続いていてまあ、今日のですね夜の21時半アメリカの消費者物価指数 CPI が発表されます、まあ、これ次第でですね本当に今後、えー、5月のですね FOMC に向けてのこの株価の動向だったりとかっていうのが、えー、ある程度 見えててくるるようななな形になるのかなと思っていますやっぱり今ですね、株式市場の動向を見ていくと、例えばですね、今、連動性が非常に高いとされているナスダック100ですね、ここ見ていくと、以前も言いました、ここから一気に戻ってきたタイミングで、FRB がまあどんどんですね、金融引き締めやっていくよということを発言して、そこからまた大きくね、下がってきたわけですけど、今、この移動平均線的にもですね、すべて抜けてしまっているので、やっぱりこの状況からすると、ここまでですね、下げていくのかなっていう。まあ、1万3000ポイント今はね1万 ででですすけど1万千円ぐらいまではですね下がってくるそうなってくると、まあ、ビットコイン特にですねよく似た推移をですね誘ってますのでまあ、引き続きえここに向けてですね下落が続いていくんじゃないかなっていうところが今の見方になっているわけですねそんな中で今日のですね消費者物価指数がここに一石を投じられるかどうかっていうところですね予想値も前年同月比で見ると8%上昇っていうねえ異常なですね高さをまあ、予想されているわけなんですけどもそれがある程度落ち着いて、えー、まあ、今のねちゃんとした政策の中である程度コント コントロールされそうになってるんじゃないかなみたいなそういう雰囲気になると、えー、またですねこの辺りの環境も変わってくるのかなと思うんですがまあ今の状況を見ると、まあ、厳しいのでしょうね特に株式市場に関してはもう一段ですね下落を覚悟しておく必要があるんじゃないかなというふうに個人的には見ておりますじゃあここからですね仮想通貨市場の動向を見ていきたいと思うんですがまず1つ目コインポストのニュースでアメリカの、えっと、仮想通貨の取引所コインベースですねこちらが50銘柄の新規上場の可能性を検討していますっていうニュースがですね入ってます ております一応まあ ERC20 って言ってまあイーサリアムの企画ですねえそれと SPL、まあ、ソラナのブロックチェーンのですね基盤の SPL 銘柄がえ検討されているとまあこれ合わせて、えー、50通貨でまあ、これを全部上げるって言っているわけではなくて2クォーターですね週、えー、月から6月に新規上場する可能性のあるリストを公開しましたっていうだけの話なんですね一応去年に関しては1年間で90以上のです銘、ね、柄を上場させて取引可能な銘柄を140以上とね、えーこれ ベース増やしてきたわけなんですけど、まあ、今年に関してもまあ幅広いですねニーズに対応するべく、まあ、こういった感じで、えー、先にですね上場するかもしれない通貨というのを出しておいて、まあ、期待感をあうると、まあ、ここには新規取扱いに関するプロセスの透明性を高めるということを、ね、あの言っているんですけど、まあ、もちろんそれもあるとは思うんですが特にやっぱり仮想通貨市場はです、ね、今下がってきてて、えー、今後もねもしかすると金融引き締めの影響でどうなるかわからないという状況の中でやっぱりまあマーケティングとしてユーザーを引き止めるような、まあ、それから新規の流入を狙っていくような戦略 ととして上げててげいいいるんじゃないかなか思っていますただ、まあ、この中にも結構面白い通貨ありまして、えー、まあ、バイビットがですね、主力で投資しているビッダオロだったりとか、バイナンス USD ですね、BUSD もあったりとかっていうことで、結構面白い通貨がね、つあのー、含まれているんですよね。特にこの SPL 銘柄の方に、えー、グリーンサトシトークン、GSD ですね、皆さんも今話題になっているステップンをですね、やっている方はよくわかると思いますが、それ関連のトークなんかもね、えー、一応この候補リストに上がっているということで、また一段とですね、注目されてきそうな雰囲気ありますけれども、まあ、この中の 通貨ちょっっととと調べてててみるっていいいいううのもまあ視点としてはですね面白いんじゃないかなかううに思っておりますえす、ー、それから次のニュースもコインポストで、えー、イーサリアムでメインネットでこのシャドーフォークっていうのをですね、実施されたっていうニュースなんですね。えー、プルーフオブステークへ移行へ前進ということが書かれています。一応、イーサリアムに関しては、プルーフオブワークっていうですね、コンセンサスアルゴリズムって言われて、要はマイニングのやり方なんですけども、それがプルーフオブワークっていうものからプルーフオブステークっていうものに移行しようとしてます。一応、このアップデートをザ・マージっていうふうにですね、言われておりまして、 一応2022年の4月から6月、まあ今からですね、6月までに行う計画で動いてるんですけど、まあちょっと遅れるんじゃないかみたいなね、話もある中で、今回ですね、そのテストをね、行ったということですね。それがこのシャドーフォークって言われるもので、いわゆるストレステストのようなものということらしいですね。今プルーフオブステークのテストネットがですね、えー、作られていると思いますけれども、そこでのアクティビティ、まあその取引とかですね、そういったものは当然少ないので、あえてこう、負荷をかけてですね、どうなるかっていうテストをやったと。 その中で小さな問題はあったんですけれども一応今のところ順調だよみたいな報告をしたということですね市場の注目としてはやっぱりこのねプルーフオブステークへの移行っていうのは e ーサリ i u m の今後のアップデートの中でも一番重要といっても過言じゃないですねところになっております今流行りの e ーサリ i u m がめっちゃ混雑しててガス代がめっちゃ高いっていうまあいわゆるステースケーラビリティ問題ですねそこを直接的に解決するものではないんですけれどもまあそのエコって言われたりねプルーフオブワークっていうものに関しては非常にですね電力がかかったり環境への問題も指摘されているという中で電力消費の少なく なるるプルフォーブステークに移行するっていうところに関しては一つ大きなね前進になるんじゃないかっていうことではですね言われておりますあとはこのプルフォーブステークっていうですねえアルゴリズムに関してはえたくさん暗号通その暗号通貨を持っている人が有利になるっていうシステムになっているのでなかなかその掘った人たちはずっと持っておく傾向になるとそうなってくると市場のですね流通量が下がって流動性がねえ下がってくるんじゃないかっていう指摘もあるんですが逆に言うとやっぱりみんなホールド寄りにですねなってくるので流動性は少なくなるんですけれども一方で価格はやっぱり上がっていくんじゃないかっていう なな見方も結構ねねねされてていいいいいるるととううののののがこイへへ移行でですす、ね、注目ポイントになっているという感じです、ね、はい、今のところ順調ということで計画の遅れも今のところ言ってないので今後も引き続きですね動向をチェックしていかないといけないかなというふうに思っておりますそれから次のニュースですねコインテレグラフジャパンさんのニュースですけれどもエピックゲーム s ここがメタバース計画の資金としてソニーとレゴから20億ドルを調達したというニュースが入っておりますこれもめちゃめちゃですね海外のニュースでも話題になっていますねなんでそんなに注目されているかというとやっぱり人 元気ゲーームのののフォトトナイトを運営しているのがこのエピックゲームズなんですねソニーとレゴからですね、えー、それぞれ10億ドルを出資してもらったということで、今後ですね、スポーツやゲームにおける新しいバーチャルプロダクションの取り組みや、デジタルファン体験を、えー、開発することで、エンターテインメントとデジタルプレイの未来に影響を与えるということですね、まあ、はっきり何やるかっていうのは書いてありませんけれども、まあ、未来に向けたえ何か開発をしていくということで、期待が高まるんじゃないかなと思います。エピックとレゴグループはですね、メタバースを子供や家族にとって安心で楽しいもの ににすすするるために提供するとといいうことらしいですね家族向けのデジタル空間で子どもたちが自信を持ってクリエーターになれるようなツールにアクセスできるようにすると。 なのでやっぱり直近でですね、えっと、プレイツーアーンっていうのがめちゃめちゃ流行って、本当に供給型になっているような状況だったんですけど、どうやらですね、やっぱりアクシーとかそういった大きなところでもゲームプレイヤーがね、減少しているっていう傾向があるんですね。なので、ただ単にやっぱりゲームをやってお金を稼ぐ。これは素晴らしいでしょう。で、初期のこの爆発力というかね、人を呼び込む力っていうのはまあ爆発的にすごかったんですけど、やっぱりこれ長くは続かないと。じゃあ次のフェーズでどういうふうに進化していくかっていうところで、各社ですね、いろんなこう工夫がされていると。なのでそういった視点で、いろんなですね、プロジェクトを見ていく。 っってていいいいううのはは結構面白いんじゃないかなかにううに個人的には思っておりますえそれから最後のニュース、コインデスクのニュースですね。ビットコイン4万ドル割で株式市場との相関線はまあ上昇しているっていうこれは直近のねニュースでもありましたけれども、ここを注目なるのがキャピチュレーション、投げ売りですね。これはまだ起きてないんじゃないかってことが言われております。このですね生産データですね、これロングの生産が起きれば、バーっとですねこの緑色が上がるわけですよ。直近3月ごろからずっと下がってきて、こんな感じでロングの生産がですねたくさん起きてずっと下がってきているわけですけど、 まあ3月の上旬だったりとか、えー、もっと言うと、最近も見ましたけど、1月の24日とか、そういったレベルまでは全然まだまだ上がってないということなんですね。なので、どこを割り抜かれたら、たくさんみんなお手上げになるのかっていうポイントを、えー、自分なりに妄想していくっていうことがですね、結構大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思っております。で、今,今のところ、いろんなですねオンチェンデータ見ていくと、新規でどんどんこう参入してくる人が多いかっていうと、やっぱりそこはですね、多くないんですね。じゃあ、みんな投げ売りしてるかっていうと、こういうデータでもそういうことではないっていうことが分かっていると。なので、引き続き、ホールド力はですね、結構みんな 硬くなってて長期を見越してまあホールドしていこうという気持ちは確かに出ているんですけれども、そこからさらにどんどん買っていこうとか、または新規の方がどんどん入ってくるとか。まあそういう環境にはなっていないっていうのが今の現状ですよね。そんな中で長期を見越してどこで買っていくかっていう部分に関しては、この後テクニカルでしっかり見ていきたいと思います。はい、じゃあ最後にオーダーデプスですねビットコインの買いた売り板の状況上が売り板下が買いたですねこの状況を見ていくと直近の動向ですね。あくまでも直近でこれ時間が経てばですね。すぐに変わってしまうので、あくまで。現時。 参考資料でですすすけれれれども直近で言うと売り板に押されてます売りりににに押押ささててままね特にこの4万、えー、200とかも結構、ね、大きな売り手入ってますし4万800昨日からもありましたよねこの4万6500付近から4万800付近の売り手はかなり厚くなってますまあ以前から言っていた4万500ドルっていうラインですねまあこの付近が結構厚くなってるっていうことでやっぱりこの戻ってきた時に売りを狙っているそうっていうのがここで確認できるという風な感じになっていますこういった外部環境を踏まえまして今日の相場分析入っていきたいと思います はいじゃあまずはビットコインのですね冷やしから見ていきたいと思います、えー、今のビットコインの価格が4万100ドルまでなんとか戻ってきたっていう感じですけど、まあ、引き続きね、えー、まだまだ重たい展開続きそうな展開ですよね、えー、ちょっとその前に昨日言っていたビッグス指数なんですけどやはり上がってきました前日比で言うとね15%ぐらい上がってるんですよねなのでこの底を打ってからあのこの移動平均線たちにサポートされて上がっていくみたいな展開がね、えー、これずっと続いてるんですよね一瞬割り抜けてからの上昇このパターン本当に多いですよね、えー、そこから そうすると、このねサイクルからいくと、本当に今からですね、また上がってきて30付近までつけるっていう可能性も、やっぱりね、考えられなくはないので、ここからのナスダックとかも見ながらですね、一段下がってくるかどうかっていうところは、しっかり警戒しないといけない相場かなというふうに思っております。じゃあ、ビットコインのちょっとね、チャート分析に戻りたいと思うんですが、一応、冷やしレベルでは、今の状況ってかなりね、重要なポイントまで来てるんですね。ここ、以前から言っていた上昇の平行チャンネルの下限値付近まで、今ですね、なんとかサポートされているというふうな展開です。ただ、ここまでですね、 値を下げてしまいましたので冷やしレベルでもね、えー、上昇目線で言うとまだこの上昇トレンドライン割ってないのでまだこの上昇平行チャネルの下を打ってまあ、上昇していくっていう中のこのフローでいくとそんなにですねまずくはないっていう風な状況が見て取れるんじゃないかなと思いますただし状況はちょっとね今回のこの5万ドル4万500をですね割ったことによって状況少し変わったかなっていうことでまずこのラインがですね抵抗ラインになってきたっていうところとあと移動平均線がですねこれによって完全にこう、えー、下向きに変わってきているわけですね RSI も完全 完全に50を切ってますし MAC-D に関してもねあのついにマイナス域に入ってきましたねってなるとやっぱり相場としてはですね結構悲観ムードになっているっていうのがよくわかる形状になっているかなという風に思いますで、短期的に見るとですね4時間足で見ていくとこんな感じでやっぱり4時間足で見てもね短期で見てももう相当重いんですよね完全にもうデッドクロスですなのでこれ戻ってきた時に4万500付近まあねもうちょっと戻る可能性もあるけどやっぱり上でもですね相当売りはですね構えられているんじゃないかなという風に思っ 思っておりますなので引き続きやっぱり戻った相場一時的に戻るかもしれませんけれどもそこは安易にです、ね、ロングに乗らない方が僕はいいんじゃないかなというふうに思っていますでこの落ち方なんですよね、えー、だんだん緩く落ち出して最後ストーンと落ちるっていう動き方っていうのは e、えー、ーサでもです、ね、直近でありましたよねこれちょっとね e ーサの相場分析の中で、えー、見ていきたいと思うんですが、えー、これ今4時間足です今の e ーサに関しても3100をしっかり割ってしまって、えー、200MA ですね4時間足レベルの 200MA に関しても割ってしまっているということで、えー、結構ですね大きな差結構ですね大きな に繋がっまああのー、出来高もはですね結構上がってますのでその大きく下がってきた中でえ買い戻そうっていう力もあるのはわかるんですけれどもそんなにめちゃめちゃ大きい買い圧があるかっていうとそうではないっていう感じですねあれ最適にももう売られすぎ数字まで行きましたので一旦こう戻るかもしれませんがこちらも3100付近に関しては相当ですねショート勢が狙ってくるポイントになってくるんじゃないかなと思いますじゃあ冷やしでねちょっと直近の動向を見ていきたいと思うんですがさっき言っていたイーサのですねこうだんだん緩く落ちてきて 最後ストーンと落ちるっってていう動きってここの動きなんですよこの後どうなったかというとしばらく底根圏で、えー、下をですね試しつつ下ヒゲなんかをですねつけつつこう下をね、えー、押し固めながら確認しながら徐々に上がっていくっていう風な状況なんですねだからここからはですね動きが鈍くなるっていうのが過去の傾向としてあるんじゃないかなと思っていますさっきのビットコインでいくとここでしっかり下げ止まれば、えー、そういった同じような展開でもう一回上を試してくる可能性があるんですけどやっぱり直近でですねここ耐えれるかどうかっていうのはめちゃくちゃ重要で耐えれなければもう即 ですね、3万4000ドルぐらいまで一気に急落するという動きがやっぱり直近の動向としてはです、ね、考えやすいのかなという感じですねえここの平行チャンネル割ったところから一気に急落で3万4000をこことここで,です、ね、試しているんですねそれと同じような動きになる可能性もあるので引き続き、まあ、警戒は怠らないようにという感じですただイーサリアムに関しては冷やしレベルでここのです、ね、ゴールデンクロスのポイントでまだまだです、ね、この上昇ムードの一発もの 一発目の調整みたいいななな形ででですすねね捉えられなくはないわけマックディンまだマイナス域には入ってませんので、ちょっと引き続きここをねえしっかり守るかどうか、このレベルが今2970付近なんですけど、ここを守るかどうかがめっちゃ重要で、まあ、これ抜かれたとしても次はですね2700付近とかで、最後までいくと2500とかね、そういったところまで考えておかないといけないんですけど、そこからするとビットコインよりもまだその余裕としてはですねあるのかなっていう風な感じですね。なので長期を見据えた戦略に関しては、まあ、最悪2500ぐらいまで下がる可能性は考慮してお 置かないといけないんですがひととまずこの2500とかこのかういいっったととここころを視点としててち、まあ、ちょこちょこですね拾っていくっていうふうな考えはえ、長期で見るとですね、いいんじゃないかなというふうに個人的には思っております。えー、それから XRP に関しても、まあ、結構大きな下げになりましたが、以前から言っている,言っている通り、この65セントから70セント付近というのは結構ね、硬いので、引き続きこのボックス相場が意識される展開というのはあのー、考え方としては変わってないかなというふうな感じですね。ここに関してはもうボックス相場ということで、方向感は出にくい傾向ですので、まあ、戻ってきたとしても売られたりとかっていうね、この 小さなレンジ、小さなといってもまあ20セント以上ありますけど、この中でまああの方向感ない動きが引き続き展開されるんじゃないかなというふうに思っております。 そんな中で、IOSD に関しては今日結構ね、反発したんですよね。大きく下がって、以前から言っていたこのラインですね。えっと、2.7セントから3セントのこのサポートレンジですよね。ここに抜けて戻してきて、しっかりサポートされて上に上がっていきそうな雰囲気になっていると。今回は50と 100MA も下にありましたので、一定のですね、開発力になったかなっていうふうな状況です。ただね、出来高がそんなにめちゃくちゃ上がってるっていうわけではないですし、一時的な反発のようにも見えなくはないですよね。なので、ビットコインよりかはまあ上昇の勢いがですねあるような チャート形状ですすけれどもななななかかか厳しいいい相場は、ね、引き続くんじゃないかなと思っています、まあ、ここでしっかりね、えー、耐えることができれば3.5セントを抜ければまた一気に急騰っていうことになると思うのでまあ,あの、安全を見るのであればあそこまでですね、待ってもいいんじゃないかなと思っていますで、長期を見越した上で買うのであれば今の水準で買うっていうのは一つね、えー、長期の目線ではいいと思いますし、えー、その下2セントまで落ちるっていうシナリオは常に考えつつここ何回も試しているので、えー、ここまで落ちてきても全然おかしくないっていう視点の中で現物を仕込んでいくっていうのは 一つね。いいんじゃないかなという風に思っております。それからジャスミンですね。ジャスミン。これバイナンスのチャートなんですけど、えー、なかなか出来高が上がってきません。まあ以前よりはかなり高い位置でね。出来高が上がっているので、ここの下げはね。本当にもうなかなか触れないっていう感じの中で下がってきてたんです,ですけど、今の下げはちょっと違いますよね。一定のこう、開発力もありながら下がっているって言うところが、えー、今の状況かなと思っています。で、まあ、バイナンスのチャートでいくと、あれさえ的にはまだ下がる余地があるので、まあしっかり。そこは考慮しておかないといけないかなっていうところ。なんです ですけどビットレックスのところのねチャートを見ていくと、まあ、最安値圏として意識されるのは1セントそれから1セントから2セントの付近ですねここの価格帯がもう最下限付近ということで何度もずっとこう推移してきた価格帯になるんですねなので出来高もめちゃめちゃ高いですよね圧倒的なんですけれども、まあ、その付近までもう下がってます今が2 2セントですのでそこまで下がってるっていうことは長期を見据えた買いをですね仕込んでいくチャンスがそろそろ来ているとただそんなに大きなですね買いい反発力っていうののは見られませんので急ぐ 必要は全然なないいかなと思っています、まあ、徐々に分割しながら買っていくフェーズに来たのかなっていう感じで、うん、まあ長期を見せる方に関してはです、ね、少しずつ買い集めるのもいいんじゃないかなと思いますで今後の上昇に関してはやはりここで底固めをしてからの、えー、この移動平均線たちを次抜けていくところから上昇が始まると思っていますなのでそこまではですね、えー、ちょっと時間がかかりそうな気がするので、えー、ひとまずまあ,あの様子を見ながらですね徐々に買っていくっていう風な感じでいいんじゃないかなと思っています、えー、それからアトムに関しては直近の重要ポイントであった26 ドルですね、25ドル付近の水平線を抜けてしまいましたえこれによって結構なですね悲観ムードになってくる可能性が出てきましたね、はい、移動平均線たちも今からだだっとねこう下がってきますのでそこで戻ってきたところで売り叩かれてもう一回大きな下落っていうシナリオも考えられなくはなくなってきましたよね今なんとかまあ、冷やしレベルで一旦抜けただけですのでもう一回今日の動きで戻してくれば話は変わってくるんですがちょっと今の状況ですねあの短期的に見ても結構ねあの悲観ムードになっておりましてこんな感じなんです,ですよね移動平均線 密集を抜けててててしまって戻っっ戻きたポイントっていうのはやっぱり売りたたかれやすいので今後戻ってきた相場でちょっとショートに入るっていうのもトレード的にはね面白いのかなと思ったりはします。はいということでまだまだですねこの上昇には非常に時間がかかる展開にはなってしまったかなということなんですが、まあ、長期を見越すのであれば16ドルは次のです、ね、ポイントとしてめちゃくちゃ意識されるポイントですのでそこまでを考慮に入れつつ例えば直近の安値でいけば21ドルとかこういったところはです、ね、相当意識されるのでまずはそこで待っていくとかっていう戦略が有効になってくるんじゃないかなと思っています。 はい、じゃあ最後、ソラナですね。ソラナに関しては思いっきり移動引き線抜けて戻ってきてサポートされるっていう風な感じでまだまだその健全な調整の範囲内に見えますよね。えー、そこでまあこれを抜かれてしまうと最下限ということで、まあ、80ドル付近まで下がってくる可能性はあるんですけどやっぱりソラナに関してはまあイーサレムキラーとしてめちゃめちゃ注目されているところで注目度高いので長期を見越して買っていきたい人が今安値水準だから欲しいっていう方たちは結構いるんじゃないかなと僕は個人的には思っております。で出来高ももねやっぱりり他の通貨よ ているっていうところはよくわかりますしこのあたりからまあ買われてくるまあ、100ドルっていうねえ切り番っていうこともあって一定の開発力っていうのはあるのかなと思ったりはしていますただあれさえマクディ見てもねあんまりいい傾向は示されていませんので、まあ、テクニカル的にはね結構あのサポートされるかなっていう展開なんですが抜かれてしまうと一気に80ドルでそこは長期を未行したですね、えー、買い集めポイントになってくるんじゃないかなと思っていますちなみにその次って言ったら42ドルですけどまあ、そこまで見据えて、えー、徐々にですね分化しながら買っていくポイントっていうことでいけば 今買って80ドルで買ってっていう感じで戦略を立てていくのは面白いんじゃないかなと思います動向としてはここでサポートされるかどうかこれが非常に重要な局面ですねここでサポートされれば一気に138まで上昇していく可能性があって今度上がっていけばここは抜けていくでしょうねあの将来的に非常に軽くなってくると思うんですが今その本当に正念場っていうふうな感じで見ておくのがいいんじゃないかなと思います、はい、ということで今日はですね7通貨見ていきましたまあ本当に勝負のポイントは今日の夜の CPI っていう感じに、ね、なってきましたよねまあ本当にここで大きくですね動いてくると思います のでまあそれが上目線であればねかなり心理的には改善されると思うのでそれきっかけにまたですね上昇に転じてくるっていう可能性はえもちろんあるんですけれどもやっぱり短期的なボラティリティがですね大きくなってくると思うので安易に飛び乗らずにしっかり静観して方向感をしっかり見定めた上でなんだったら上がって一発戻ってくるまで待つぐらいの感じで、えー、トレードをしていくっていうのが一番ね重要なことになってくるんじゃないかなと思いますということで今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございました